里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今日、はい、この動画撮影、これで14本目になります。はい。撮ってる。どんだけ撮るんだっていう。だって俺もう来たのが朝の8時半。はい。俺はね。プロスピー最初撮って8時半に来て、9時半、10時半、11時半、12時半、もう5時間。はい。5時間ずっと座ってますここに。はい。そうですね。お昼も食べながら撮ってましたしね。うん。やばくない？そうですね。5時間ずっと喋ってんだよ。はい。私ももう、ま、もうすぐ5時間もうそうだね、9時に来てるんで、うん、やばくない？でも早いですね、やっぱ喋ってると、今までも、はい、しかもあれよ、あのこの後ラジオだから俺3時間喋るんです。そうですね、今日1日何時間喋ってんだよ。さあソフトバンク、はい、はい、あ、今日ソフトバンクです。はい、行きましょう。さあソフトバンク99年、ニエベス、うん、槙原さんから日本シリーズでホームラン打ったっていう記憶だけあります、はい、この頃まだ1軍いないんで正直あんま分かんないんですよ、はい、無印、うん、ペドラザ、S2、守護神、はい、めっちゃ早かった。俺初めてヒット打ってちょっと嬉しかったもんね。ペドラザからヒット打ってたよ、打てた、うんうん、でピッチャーランデル、無印、はい、で2000年打者バンクス、無印、うん、ラジオ、無印、ラジオ、ね、ラジオっていうピッチャーいたの。へえ。2001年、はい、バルデス、うん、エグカってバルデス、はい、左バッターでめっちゃ打席から遠く立って、うん、でもアウトコースが届くっていう、でもインコース行くとやばいっていうね、はい、すごい、まだ俺ペーペーだったけどすごかった。でミッチェル、はい、無印、うん、でヘイニー、無印、うん、2002年バークハート、無印、はい、ピッチャーゴメス、カスティーヨ、一軍出場なし、両投手。2003年ズレーときます。お、マクワリファイヤー、はい、パナマウンガーっつって GAA、はい、ネルソン、無印のチン、無印、うん、でピッチャーナイト、無印、スクルメタ、無印、うん、でもこの辺のソフトバンクももうえげつないからね、そうです、日本人選手、うん、だって先発は斉藤和美、杉内、和田で新垣、うん、田上さんとかで寺原とか後に来た、うん、全員エースっていう、うん、長次もえげつなかったからね。でバッターだって、はい、だって国分、松中、井口、うん、城島、はい、柴原、村松とか、うん、えげつなかったもん。もうすごいメンバーですね。そう、外国人無理にいりませんよっていうぐらいね。だけどまあズレータとか、うん、もうバルデスとかいますしね。そう、一人いれば十分なのよ、はい、レフトに。で2005年カブレラ、はい、B、 バティスタ B、うん、バティスタもえげつなかったんだけどね。うーん。でピッチャーグーリー、無印、メルカド、無印のボイルズ、無印、フェリシアーノ D、 で2006年ヨウ、これヨウ大官のお兄ちゃん、そうピッチャーでね、途中から野手になって、無印で、カラスコ、 DJ カラスコ、はい、無印。2007年打者ブキャナ、うん、アダム、ハイディジュ、ハイディジュ、アダムっていうね登録名だったの。あ、そうなんです。無印、ハイディジュ、ブキャナンはね、はい、ボビーがインハイ攻めろ攻めろって言って、はい、あの低めの変化球ばかりってホームラン打ってぶち切られてて、はい、北九州でへえ、ね、やれって言われたことやんなかって、はい、打たれたからぶち切られて、はい、よく覚えてますね。でピッチャーがガドームソン、はい、うん、無印、でニコースキー、うん、C、 でスタンリッジ CC、はい、で2008年からホールトン、うん、S、 おー、すごい。その後で、ね、で2008年、レストビッチ、無印、うん、JP パウエル、うん、無印、うん、で2009年オーティズ BB、うん、アギーラ、無印、だからこれオーティズ、はい、どこでも行ってる、あ、今日いっぱいいますね。そう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 、うん、でピッチャーファルケンボーグ、はい、S、 ロー、無印のジャマーの、無印、2010 JD ダービー、無印、うん、イデホ、あ、イボムホ、イデホじゃ、イボムホ、うん、あの代表では結構打ったのね、無印で、ペダジーニ、無印、うん、これもう晩年だから、はい、そうですね、もうしょうがない。でアレックス・カブレラ、うん、無印、もう晩年だから、そうなんだ、うん、でピッチャーデレオン、無印、一軍出場なし、うん、バリオス、うん、D、 レルー、無印で、ブラゾバン、15試合で 0.56 よ、防御率、お、無印だけど、うん、でもそんなに活躍したのに途中から来たってことかですかね、うん、どうしたんだろうなっていうぐらいの大活躍、うん、そうですね、うん、防御率めっちゃ低い。で12年打者アレン、無印、ペーニャ B、うん、楽天にもいたでしょ、いました、オリックス、うん、そうそう、ロッテも来てね、はい、でピッチャーのちょっとねここから進みます。はい、12年はね5人取って全員活躍しない、はい、カストロ、ピント、ドイル、ロメロ、ペニー、うん、無印、はい、ペニーなんてクイックできないから盗塁ばっかりされて激怒って。13年ラヘア D、うん、これ肋骨、
骨折。ああ、その人ですか。うん、うん、え、肋骨骨折はでもリップ2人2回2回あって、ライアンもそう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 ガーン、うん、そうそうそうガーンって、ファーストサードの逸れた時に当たったんだよね。あ、そうなんだ。脇開けてるところに。カニザレス無印、うん、イデホ GAA、うん、オリックスから来ます、うん、でピッチャー14年からサファテ、はい、S3 です。うん、そりゃすごい、はい、ウルフ無印、うん、バンデンハープ B、うん、スアレス C、 これ阪神って、はい、タイトル、うん、今すごいですね。そうそう。でモイネロ S、はい、17年デスパイネ S2G2、 おコラス無印、コラスね亡命しちゃって、はい、保留者名簿どうとか今回外れてね、うん、メジャー挑戦できるっていう、はい、亡命しちゃったのキューバで。へー。でグラシアル B、 あ B ですか。なんでグラシアル B やねんってね、言う人いるかもわかんないですけ ど、 思っちゃうけど、1シーズンいないんだ。あ、そっか、だから足りないんですね。そう、いろんなことが足りないんだよ。はい、そっかそっか、途中からなったから、うん、で20年バレンティ、はい、無印、うん、でピッチャーは18年からミランダ、うん、スチュワート、ムーア無印、うん、だからやっぱり野手少ないね。少ない、いるからね。うん、そういうことですね、うん、でちょこちょこズレータ、カブレラ、バティスタぐらいまで良かったけど、そっからね、うん、ちょっと、はい、小休憩入っていく、うん、だからちょっとね、でもその代わり日本人がすごいからね。いや、そうマッチとか来たりとか、だからまあずっと強いチームが続けられるんですよね。だ比較的少なくない人数だって、ここで終わってるもん、うん、はい、だいたいね、ここまで行ってないの、最後まで行くのが、うん、結構途中で、そうそう、でいらないんだよね多分、うん、無理に。野手少ない、野手まあ少ない割に結構ランクはついてますね。ついてるついてる。でもピッチャー全体的にやっぱどこもピッチャー苦戦するのかな、うん、どこのチームも、うん、そうですね。比較的ピッチャーがなかなかね、うん、当たりがいない。その中でも、まあ、ホールトン、ファルケンボーグとか、はい、ペドラザ、うん、サファテ、はい、バンデ、モイネロ、だそういった面でもどうなんだろうね、点数ですね、はい、さあ、はい、得点、さあ来ました、はい、はい、さあ得点発表、はい、いきましょう、こちらです。でるるるじゃん、160点。ほう、低いね。低い、ただ、うん、やっぱ人数もそこそこ少ない、69人。本当ね、うん、で平均年数 2.13 年、あ、結構結構来たら長い、はい、160点、はい、ロッテと一緒だね。そうですね、うん、だロッテが人数何人だったのかにもよりますよね。ロッテも少ないよ、60何人。あ、そっか、うん、いや、そう思ったら、あとゴール書いてる。ロッテはね、68人。あ、69人なんで、ほぼ変わんない、うんうん、もっと高いのかと思ってたけどね。まあ、外国人がいっぱいいるチームが強いってわけでもないですもんね、うん、こんだけ取って思ったけど、うん、全部総括はなんでそんな点数なのか、もうちょっと詳しく調べたいね、うんうん、確かに、はい、かやればやるほど謎が深まるね、うん、はい、これって何なんやろっていう。そうですね、うんうん、でもまあこれってスカウトの評価じゃないですか、うん、だから最終的にあの、まあ、シャッフルタイムするじゃないですか、うんうん、それでは結構クリアに分かるんじゃないですか。分かるか分かんないね、うん、じゃあ最後まあどうなるのかね、はい、あ、次が最終回ですね。あ、そうですね、ヤクルトか、はい、総評まであの取るので、そちらまで見てください、はいはいはい、お楽しみに。